どうも、ゆきまるママです。最近はなんとレモンちゃんとすっかり仲良しになったんですよ。レモンちゃんにどつかれず仲良くする姿をご覧ください。横歩きしそうでしない。ドアップのゆきまるくん、目が可愛いですね。そうそう、レモンちゃんを連れてこないとですね。やっぱりお互いの距離感がつかめてきたのかな。前までは本当レモンちゃんがすぐに攻撃してたのに、最近では攻撃的にならず、ゆきまるくんが警戒してるだけ。ほら、助けを求める顔。やっぱりゆきまるくんとしては攻撃されるって思うから離れて警戒しているんでしょう。近づきすぎればやられますしね。私たちでも近づきすぎるとガブッとやられます。でもレモンちゃん、唯一パパさんの肩は乗りたがります。人の指先はあまり好きじゃなく、すぐ飛ぶんですよ。そしてなぜかパパさんの肩に向かって飛んでいくという。そういえばゆきまるくんがまた距離を取ってますね。また攻撃されると思って警戒しているのでしょうか。でも今日はそんな心配はいりませんでした。気づけばレモンちゃんは急接近してイチャイチャし始めた。いつもならこの辺でゆきまるくんもガブってされるのに、むしろ仲良くイチャイチャして楽しそうですよね。でもゆきまるくん、圧倒的にくちばしが大きいからな。プライヤー VS 毛抜きみたいなレベルです。でも本当、体格差がこんなにあっても心通わせるわけだし、もっとお互い適したパートナーでも必要かなとか思っちゃうこともありますよね。ただうちはあまり多頭飼いが得意じゃないんですよね。多分2話までが限界じゃないかなって思っています。パパさんも複数に愛情を注ぐの得意じゃないっぽいですからね。おっと、ここで耐えきれないレモンちゃんがいたずらを。でもやっぱり前ほどの強さは全然ないですね。お、ゆきまるくん珍しく長く描いてますね。しかもゆきまるくん、たまに鼻をほじってますからね。くしゃみをプシュッと出して可愛げがあります。さて、もうちょっと仲良くしてもらったら寝る時間かな。今日は昼間たっぷり遊びましたし、ゆっくり寝てくれるはず。そんなある日の激レモ仲良し日和でした。